いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルボルボ XC70T5 AWD クラシックを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに飛び石、フロント、左リアドア、右リア、左フロントのアルミホイルに傷、ボンネット、左右リアフェンダーからリアバンパーにかけて複数箇所線傷がございます。走行距離に関しましては約1万5000キロと低走行なお車でございます。外装色はアイスホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。数多くの専用装備が施された XC70T5AWD クラシックでございます。こちらのお車にはベンチレーター付きのプレミアムソフトレザーやハーマンカードン製のプレミアムサウンドオーディオシステムなど数多くの専用装備が施された1台となっております。インテリセーフ10により安全安心にドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 2.5 リッター直列5気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は254馬力を発揮します。また足元に関しましては純正の18インチアルミホイルが装着されております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。大型の SUV 車両ということもあってトランクスペース広々と確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されております。また走行モードも用意されておりますので路面状況に応じて適切な走行が可能となっております。フロント両席に関しましてはシートヒーター、ベンチレーターが完備されておりますので一年中快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても大人の方がゆったりとできるスペースが確保された1台です。後部座席にはサンルーフ、ハーマンカードン製のプレミアムサウンドオーディオシステムが装備されておりますので快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2016年モデルボルボ XC70T5クラシックを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万5000キロと低走行かつ
車両コンディションも良好な1台となっております。高い実用性、安全性が魅力のボルボ XC70 でございます。数多くの専用装備が施され、快適性が向上した1台でございます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。